皆さんこんにちは、りなです。今日は東京に来てます。今朝6時45分です。早い。お台場が見えます。そうだね、今お台場にいます。今日は東京のイベントに来てます。グランドサイクル東京です。後ろ見たら分かるよね、自転車の大行列が、はい、できてますよ。すっごい大きなイベントです。はい、今からはレインボーブリッジも渡りながらこのお台場をいろいろ自転車で走っていきたいと思います。すごくない？イベントとしてレインボーブリッジ封鎖しましたよ。そうだよ。すっごい楽しみです。はい、行きましょう。今年から努力義務になったヘルメットも似合ってますね。似合ってます。意外とこれ借りたのにサイズがぴったり。スタート時点に着きました。ここからウェーブごとに出発します。頑張りました。スタートです。スタートです。楽しんでくださいね。スタートしました。グランドサイクル東京。お疲れた。今日は電動自転車をレンタルしてやってます。そうじゃなければ私たちには無理。でも周りの人みんなめっちゃ頑張って、めっちゃ速いからどんどん抜かされていきます。東京お台場、もう前めっちゃ爆走中、見て、相当置いてかれております。ここから首都高に入ります。来ました、レインボーブリッジ。あ、景色もめっちゃいい。僕たちの自転車電動バイクなので上り坂来るとみんなに追いつけます。逆に抜かしていこうか。ここ俺らが頑張れるパターンだから。すごいね。すごい、レインボーブリッジをなかなかないよ。こんな間近で走れるなんて。参加者もすごい多いよ。反対車線は往復で帰ってきた人かな。この景色がめちゃめちゃいい。だからみんなゆっくり走ってるよ。ねえ、景色を見たい。こっちの橋から向こう側、左側も東京のビル群だ。頑張ってください。ここで U ターンします。 U ターンです。なんかマラソンみたいだね。永遠に下り坂でもいい気がする。楽だね。あれ、何遅い？なんか元気なくなってません？疲れてしまいましたか？疲れてしまいました。休憩場所着きました。はいはい、ちなみにこれ海の森水上競技場っていう場所で今休憩してます。いいよね、これ景色がめちゃめちゃいいし。お、見てこっち広っ。東京2020の大会で使われてた競技場だから、ここでこう座りながらなんかのスポーツをやってたってことだよ ね。そうだ、今は他のイベントでいろいろ使われてるんだって、この会場。まあ使った方がいいよね。ね、眩しい。なんか映えるよね。ね、ちなみにこの施設空いてるね。ちょっと見る？ボートとかカヌーとか。イベントとかでここで貸し出して使ってるって感じだよね。出た、これ何十人とかで乗って。あんなに長いと思ってなかった。スピードボート的な。スピードカヌーか。そうそう、それそれそれ。え、狭っ。出た、これお尻はまないんじゃない？社長。無理です。社長お尻はまりますか？いやでもこれ椅子でしょ、これ。椅子。こう、ツポッと入る。そう。うわ、すごい。デッキ。この建物の上にデッキがあって、ここからわあすごい景色。これゲートブリッジ、ね、東京ゲートブリッジ。そうだ、めっちゃ綺麗よ。わ、すっごい遠いところまで見える。ただちなみにここでみんな給水して、うん、残り半分ちょっとかな、うん、走り切りたいと思いますので頑張りましょう。あっちに行列ができました。そう、行列がある。それが給水ステーションだと思ったら違いますよ。アニメラブライブの聖地なんだって、ここが。だからそこになんか置いてあって、そこでみんな写真を撮ってる。ラブライブのアニメのファンなんだね。そう、ただちなみにここでみんな給水して、うん、残り半分ちょっとかな、うん、走り切りたいと思いますので頑張りましょう。皆さん見てください、私たちママチャリですよ。どう笑われました。周りみんなスポーツバイク、ロードバイク、ピストバイク、うん、そう。でも大丈夫、頑張りますか。前に見えてるのが東京ゲートブリッジ、それが今から渡ります。まあまあの上り坂だね。東京ゲートブリッジてっぺんまで来ました。あれぜいぜい行ってますけど大丈夫ですか。電動入ってない、入ってるのに疲れてます。眉毛が上がっておりますよ。もうほぼ着いたよ。あっち、そう、頂点まで来ましたね。とうとう下りに入りました。最高の下り坂、楽しんで。下り坂です。最高です。気持ちいい、ね、めっちゃ気持ちいいね。下り坂どうでしたか。楽しかった。ずっと下りでもいい。やばい、事件です。何？電源が空になってきました。
でもあと1本だったら3分の1残ってるっていうことじゃないの？そう信じたいよね。あ、お台場見えてきた。ほぼゴールです。レナも残り1本ですか？いや、まだ2本。あれ重たいからじゃない？体重が重たいからかな。フィニッシュ見えてきましたし、あとは前目の前に紅葉めっちゃ綺麗。フィニッシュラインがあれがめちゃめちゃ綺麗なフィニッシュだね。本当だ、紅葉めっちゃ綺麗だね、左右ね。すごいフィニッシュ。おめっちゃ人が通ります。めっちゃ人が通ってます。このままブレイクせずに行きましょう。気をつけてくださいよ、皆さんブレイクしましょうよ、こういう時は。ありがとうございます。おやばいやばいやばい、あ負けた。おい、そういうのずるいよ。フィニッシュフィニッシュしました。タカに勝ちました。最後に負けました。イエーイ、ね、バキバキだよ、足が。降りていただいて。お尻が痛いですね。お尻が痛くない、足が痛い。私たちは自転車を返しました。レンタサイクル返しました。これ東京都のイベントだから、イベントブースがね、ブースがたくさん並んであります。すごいね。 VR あと体験型とかなんか学べるんだね。そう、自転車のシミュレーター体験とかもできるらしいよ。すごいじゃん。なんで VR はめて。おー、かわいい。リントレ。はい、変な外国人います。ステッカーもらいました。そう、キラキラしてる。かわいらしい。めっちゃかわいい、この二人のマスコット。リントレというアプリは何かをぜひ説明してください。はい、楽しみながら自転車の基本的なルールが学べるアプリケーションです。すごい。スタート。はい、自転車、はい、これ事故のパターンが出て、普通に走っていくとコンビニからこう人が飛び出してくる。そういうのをシミュレーションで体験しながら学んでいくってことですか？はい、キャラクターが掛け合いをしながら説明をしていってくれる。お、始まりました。おはい、はい、人の家に突っ込みました。気をつけましょう。おなんか人がいる。ルナあれだもんね、現実世界でも暴走する時あるもんね、自転車でね。めっちゃ道路は左側。なんかすごいフラフラ運転だけど大丈夫ですか？で右見て左見て、もう一回右見て、それでこうですね。もう一回右見。はい、フラフラ運転です。はい。ゴールしました。シーダン。まだまだ最初にやったにしてはいいと思います。最後にこうやって結果も出るんだね。で、事故の回数とか交通違反の回数が出るから。はいね、めっちゃ交通違反。じゃあこれリトライして A まで頑張るってことね。本当に全部合格したらどうなるんですか？合格証を出すと例えばシェアサイクルの30分の、まあ、クーポン券がもらえたりとか。おいい、ね、あと東京都の美術館、これが2割引きで入れたりとか。 お得なクーポンいっぱいゲットできます。皆さんリントレアプリを落としてみてください。概要欄に貼っときましょうか。そう、ね、リントレアプリのダウンロードして合格証出してクーポンいっぱいゲットしましょ う。お得にいきましょう。タカが後で練習します。はい、合格証もらいます。自転車が終わって今は築地に来てます。人もめちゃくちゃ多いです。外国人もめちゃめちゃ多いです。前の人混みを見て。この数の人です。本当にこれ合ってるの？来ました。後ろの寿司富というところで今から食べたいと思います。並んでますね。並んでますよ。メニューはこれですよ。まあ、築地といえばっていうことですよね。全部天然マグロとかである。お酒来ました。運動の後にお昼からお酒ですよ。そうだよ。乾杯乾杯。最高見てください、僕の宝石箱。やばくないこれ。何を人のやつをパクってことしてる？めっちゃうまい。終わったね。ほー、文句言われないんだね、よかった。勝手に取りましたね。見てこれ、宝石箱いろいろ入ってますね。一口でかくいった方がいいよ。口の中がね、幸せな瞬間になる、ね、幸せな瞬間。めっちゃ全部卵ばっかじゃない、大丈夫。そこまで何回も食べ何口も食べていいって言ってないよ。レナさんの握りも一つもらえますか？巻きはあげる。巻き？巻き？巻き。結局その鬼嫁ですね。はい。はい。続いて何食べますか？これ知らなかったやつ。ほぼ。出ました、ヤシギャグ。皆さんどうですか？コメント欄で0点から5点つけてください。鮎がちっちゃい。
瀬名社長のダジャレは1点俺さっきもらったのこの鉄火巻きの1個だけどまだいっぱい残ってますね。まだウニとかイクラもね、俺が食べた方がいいかもね。これ俺食べますね。次はタカがいつもずっと言ってるウニを食べましょう。それ結局俺にくれないの、うん、あ、食べた。これが美味しい。あのさっき覚えてる俺、自分の宝石箱のさチラシ寿司をレナに3口、4口食べさせてあげたよね。その返しに俺さ、何もらった？鉄火巻き一つ。シャカシャカ。うん、トロトロ、トロトロ、トロがトロトロ、トロがトロトロ。あと2つエビとタイ、タイおめでたい、タイ。もう野獣外交炸裂してますね、今日タイは、タイ好き一人で爆笑しております自分で言った野獣外交に最後はエビです。エビの美味しいギャグは分かりません、ね、他はなんか出てくる。エビ、エビ出てこない。俺まだ親父じゃないからレナみたいに親父系がポンポン出てこないよやっぱエビが一番好きなの。最後に、最後に残した一番好きなやつを。イエス、ごっちゃんでした。ということで、もうちょっと築地を楽しみたいと思いますけど、動画はここまでです。はい、皆さん楽しかったならいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。